上がってきた本田が小橋に問いかけました。私に挑戦者の資格はありますか。無言でうなずき右手を差し出した小橋、背負った覚悟と熱き魂がタイトルマッチで激突します。ベルトを守るだけの試合はしたくない。本田多門が 120% で来るならば 120% で受け止めてしっかりと返してやる。これが GHC という最高の試合を見せたいと言っていた王者小橋、前哨戦で徹底的に痛めつけられた右腕、その右腕で試合を決めてやろう。チャンピオンとしての意地、プライドを覗かせました。右腕に熱き魂が宿る小橋、初防衛戦の舞台へと足を踏み入れました。毛先切りでダメージを与えておいて、ローリング毛先切りはかわして、そして裏肩固め、そして小橋の体がトップロープの上に乗っている。前哨戦を見ていたのようだ。完全にもうこの焦点を右腕に絞った。さらにこれは今腕を取って決めたままですか。今肩ですね。あ、肩ですか。しかし持ち上げた、水車落としのような形で持ち上げていきました。一気は入れなきゃいけない。ここは両者ともチョップが襲ってくる。ハーフネルソンの構え、来ましたね、入ってますね。タモンが動けない。さあ、もう一度行く、2連発いった。さあ、王者が初防衛に向けてカウントは2です。カウントは2。本当これ踏ん張りどころですね。でもここで何としても踏ん張っていきたい。何を持ってくるんだ本田タモン。こんな本田見たことないぞ。セカンドロープからまさか流れ式のデッドエンドがあるのか。デッドエンド踏みこかした本田タモン。ここで行く、大外になるか。小橋の左肩上がった。タモンが行く。徹底的に攻め続ける。そして STF だ。小橋だ。さあ、小橋のサードロープに伸ばそうというその手を、そしてタモンズシューター。小橋だ。タモンズシューターに移した。山小橋だ。そして上からさらには金具で、完全にタモンの体がくの字に曲がった。まだ返すか、両者まだ返すか。誰がどっちが何を出して決めるんだ。痛めている右腕、それで決めたいと言っていた。
次の GHC 超野正彦出場します。小橋、お前はミスタープロレスだ。そして新日本にも一人ミスタープロレスがいるんだ。オリジナルだ。GHC やってやろうじゃねえか、おら、同点に